wishing isn't something only children do. Suddenly, there's a star that's glowing brighter anywhere you are. And once upon a time, you made your own song. No matter how it's written, チップ、もう寝る時間よ。食器棚におゆき。もうちょっとだけ。ママお願い。そうだ、何かお話を聞かせて。まあチップ、いいわよ。ママもあなたにお話を聞かせるのが大好き。お話の始まりは昔昔あるところに。そう、そうやって始まるわね。お話は私たちをどんなところへでも連れて行ってくれるのよ。ワクワクするような冒険、素敵なロマンス、ひょっとすると勇敢な戦いも見られるかもしれないわね。さあ、それじゃあなたも大好きなお話を始めましょう。好奇心は災いのもと。金色の花よ。その力でラプンツェルは本当の自分が誰なのか気がついたのよ。 All those days watching from the windows, all those years outside looking in.Suddenly I know, if she's here, it's crystal clear, I'm where I'm meant to go.
信じていればどんな願いも必ず叶うものなの。シンデレラもそうだった。意地悪なお母さんがお城の舞踏会に連れて行ってくれなかった時、突然現れた妖精に助けられたの。ほんのちょっと魔法を使ってね。魔法？そう、魔法よ。信じられない。もう何も信じられるものは何もないわ。何事って？そんなの本気じゃないはずよ。夢を信じない人のところへ私は来ないわ。でも来たでしょ。いやで、私ったら魔法の杖はどうしたのかしら。魔法の杖？じゃあ、あなたは？そうよ、あなたを守る妖精。魔法の言葉は、あ、そう、ビビディ、バビディ。女王の手から逃れた彼女は森の奥にある小さな家でひとときの安らぎを見つけたのです。蜂蜜のためならどう
すお腹すいたよ腹ペコだ腹ペコだ話をしましょうか。美女と野獣だね。昔々遠い国の輝くお城に若い王子様が住んでいました。ある夜お城に年取った物乞いの女が来て一夜の宿を恵んでほしいと言い一本のバラを差し出しました。でも王子様はそのみすぼらしい姿をバカにして老女を追い返そうとしたのです。老女は見かけに騙されて人の心の美しさを見逃してはいけないと言いましたが王子様は聞き入れませんでした。魔女は罰として王子様を恐ろしい野獣の姿に変えお城に強力な魔法をかけました。年月が流れ王子様はすっかり希望を失いました。一体誰がこんな野獣を愛してくれるのでしょう。
締めくくりの言葉を忘れないで。もちろんさ。じゃあ一緒に。そしていつまでも幸せに暮らしましょう。Set the stage, turn the page, make a wish and all.Some red.